はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書2章のテスト対策やっていきます。で、問題集3問ありますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、昨日発布したんですけど、解説ミスったんでね、取り直してます。昨日見ていただいた方すいません、ありがとうございました。じゃあまず1番ですね。で、今回は全体的にルート数字 A みたいな感じ、まあ936っていう数に A がくっついてる。で、それがまあ自然数となるような最小、最も小さいのとか2番目に小さいもの、そんなのを求めていきます。で、このタイプの問題はやることが基本的に共通してます。で、何やるかっていうと、この数、936って数がありますよね。それを素因数分解していってください。素因数分解だから、今回936イコール、ちょっとやっていきましょう。で、でかいんですけど、偶数は2でいけるので、まあ細かく2で言ってみよう。これも偶数だから2、まだ偶数だから2、117か、これね3でいけます。こうかで、3でいって13、その、素数なんでね、ここでストップ。で、本当はこれをね、素因数分解しなさいってテストに出てきたら、2の3乗かける3の2乗かける13って答えてください、ちゃんと。でも今解説のために2を3つあるんだけど、2個と1個に分けます。つまり2の2乗かける2、2の1乗ね。で、わざと書いてるんだけど気にしないでください。で、あと3が2個で13と。まあ、こう分解ができました。で、それに A がくっついてるんですよね、今回。A がくっついてる。で、一応、ちょっと外しますね。だから、これは今こうなりました。形としてちょっと消しましょう。で、ルートの中の2乗ってのは出てきますよね。だからこの2と3は出てくるので、まあ本当は6ってくっつけちゃっていいんですけど、あえてこう書いておきましょう。で、この2と13は出てこれなかったから、こうなります。こういう状態。で、全部共通してますけど、まあ自然数となるような、まあこれは整数となるような、になってますけど、これどういうふうな、何がゴールかっていうと、自然数となる、こいつがね。これは、ルートがなくなればいいんです。ルートがなくなればいい。だから、このルートの中身、全部出てきてくれれば、1が残ります、中に。ルート1っていうのは、1と同じなんで、ルートが消える。そうなれば、自然数なの。だそこが目的なの。ゴールとしてはね。じゃあ、この2と13出てほしいんです。どうやったら出れるか。例えば、この2。2乗になってれば出てこれるでしょ。じゃあこいつを2乗にしたらどうするって、2をもう1個かけてあげればいいんだよね。そうすれば2の2乗になります。こいつも同じです。13、2乗にしたらじゃあどうするって、あと13かけてあげればいいんだよね。いい？2と13は1個ずつかけてあげれば、こいつらが2乗になって出てこれるよねって。じゃあこの役目誰がするって、 A がすればいいよね。つまり今回A はいくつかって言われたら、これとこれかければいい。これが A の仕事だから。だから 2×13、 つまり1番答えは26でしたよって。基本的にこのタイプの問題っていうのは、この最小の A、まあ、N とか A とか文字わかんないけど、最小、最も小さいっていうのが一番出てきます。で、その最も小さいだったら、こういう風に解いてください。そういう方としてはね、ルートの中身を全部出したいんだよっていう、そこがゴールです。だからこうなる。なので、もし、じゃあ今936はこうでしたけど、まあ、ある数があって、素因数分解したら、じゃあ2の5乗かける7でしたと。そうなったら、まあ、もちろんね、もう5乗でも分かる人は全然いいんですが、5乗を2個と、2、2、1って分けてあげる。こうやって。で、2、2、1足したら5個だからね。で、2乗は出てくるからまあいいよね。無視して、こいつらが出てこれない。だから、A が2と7の役割なんで、この問題だったら A は14ですよね、みたいな。こういう風にやってください。よいしょ。で、2番
ですね。今回2475Aの部分で2番目に小さいものを求めたいです。で、今まで10講師やって、その担当の生徒の、まあ、先生、学校の先生ね、定期テストの問題とかこう全部見ていくんだけど、2番目は結構出します、先生も。まあ、一番多いのはこれだよ。最も小さいが一番多いですけど。で、3番目も1回だけ見たことあります。まあ、でもそこまで出てこない。基本的に2番目までですね。で、もちろん、3番目のも説明しますけど、覚え方は同じなので、まあ、ひとまずここやっていきましょう。ただ、2番目を求めたい、まあ、3番目を求めたいって言われても、やること同じです。この2475、これを素因数分解してください。なので、よし、行きましょう。で、1の位が5か0だったら5でいけるので、基本的にそれでやっちゃうといいです。まあ、もしかしたら3でいけるかもしれないんですけど、まあ、結論は同じになるからね。で、5×4=20、9×4=15、5×5=25。もう一回5来たんで、いっちゃいましょう。こうか。で、3行って33。3行って11。さあ、これで OK ですね。つまり小さい方から書いていくと、まあ、3×5×11。素因数分解すると、こうなります。で、それに今 A が、こうくっついてて、こうなる。まあ、さっきと同じように書くと、こうですね。で、今、2番目を、まあ、求めたいんですけど、2番目も3番目も求めるとき、まずは最初、さっきと同じね。一番小さい A を求めちゃってください。で、今回も3と5が出てくるので、まあ、こうやって出てくるから消しちゃいますね。説明上ね。つまり、最小の A は2乗になれなかったこいつ。まあ、こいつが出てくるためには A が11になんなきゃいけないので、A イコール11になります。これ答えじゃないからね。最小の A です。で、2番目に、今回の求めたかった2番目。機械的にもし覚えたいんだったら、最小出したよね。この数字に、4をかけたものが答えになります。だから今回の答え44なんです。で、なぜかそこを説明します。一番小さいのはもちろん A11 なんですよ。まあ、さっきとね、同じ説明になるから、これはカットしますけど。で、今3と5は出てきてるので、ちょっとルートの中身。あとこれが残ってるよね。で、A がイコール11?これが一番小さいんですよ。じゃあ2番目に小さいのは何だろうと思って、これに例えば2をかけるじゃないですか。11は絶対必要だからね。こいつを出すために必要なんで、じゃあ2をかけてみようって。よっしゃ、22いけるかなって思うんですけど、11は揃ってることによって出てくるんですが、2が残っちゃうんだよね。ルート2って。あいつ出てこれないから。で、ルートが残っちゃったら自然数じゃないからダメなんですよ。じゃあどうすっか?じゃあ3にしてみるかみたいな。ってするんだけど、3も出てこれない。ルート3残っちゃうからね。でも、11×4 にすると、これ OK なんですよ。なんでかっていうと、11はこいつら出てくるし、4っていうこいつ、その数字は、自分が2の2乗になってるんで、出てこれるんだよね。2として。つまり11も出てくるし、この2、まあ、もともと4だけど、こいつも出てくることで、ルート1になる。だから自然数になるから OK。だ、それ答え、2番目の。で、3番目っていうのは、次 11×5 ももちろんルート5残っちゃってダメ、6もダメ、7もダメ、次何かっていうと、11×9 です。これ何かって3の2乗なんだよね。だから3番目って言われたら、最小の数を出して、それに3の2乗をかけたもの。今回だったら99ですね。が答えになります。まあ、目的はルートの中身を1にしたい。まあ、全部出したいっていうところが大事なので、2の2乗だったら、こいつ出てくるじゃん。じゃあ中身全部出てくるから OK だよねっていう。まあ、機械的に覚えるんだったら、最小を出して、それに4をかける。なんで4かけるのかっていうと、こいつが2の2乗だからぐらいを覚えてくれると、くれるといいかなと思います。よいしょ。で、3番。で3番も、個人的には1が、まあ1番が一番出てくるんだけど、3番も出てくるんですよね、結構。定期テスト、あと模試とか。そう。学力テストとかね。あ、違う、実力テストとかね。
で、これは何が違うって3分のがくっついてるんですよ。で、ひとまずはこいつを無視して、ルート 80n の部分だけ見てやっていきます。だから、同じように80を素因数分解します。で、これは、16×5 になってるから、ちょっと省略して、2の4乗 ×5 です。2の4乗 ×5。で、まあ、さっきと同じように書くんだったら、2の2乗 ×2 の2乗 ×5。に N だね、今回ね。こうなってる。で、整数となるようなって書いてあります。まあ、ね、言ってることはほとんどやること同じなんですけど、整数なんで、もちろん分数もダメなの。いい？で、さっきと同じようにやっていこうと思ったら、これ2が出るよね。出る。出る。書き直すと、書いておこうか。2か、2が2個出てきたから4ね。4ルート、5×N になってます。で、さっきと同じように最小だけ考えていったら5じゃんみたいな。ルート消えるからね。じゃあ5って書きたくなるんだけど、それだと×です。なんでかっていうと、もし N が5になっていたら5も出てくるので、分子、上の部分は 4×5 で20になります。でも、下が3分のがいると、3分の20って約分して整数になれないんだよね。だからダメなんです。整数じゃないから。いい？じゃあどうするって考えたときに、まず、最小とは書けないんでね、N イコール5、さっきと同じように考えたときに5でしょ？答えとしては。それちょっと覚えておいてください。使うから。絶対5は必要なの。こいつ出すために。で、あと何が必要かって、こいつを約分する3が必要なんだよね。だから逆に考えていくと、ここに3が欲しいの。そうすれば消えるから。じゃあ3を、作るためにはどうするって言ったら、この中に、3が必要でしょ？中に入れると9に変わります。もし9がいれば3として出てくるからね。だからそう考えれば5は必要でしょ？こいつを出すために。それと9が必要なんで、まずさっきと同じように素因数分解したら N イコール5だねってこいつを出すために。で、3を約分するために中に入れた9が必要だから 5×9 で答え45。っていう風に求めてください。この分数に関しては。だから1番2番、もちろん最小2番目、求めるもの若干変わりますけど、ルートの中身を1にする。全部出すっていうのは目的なの。それプラス3番は、この3を約分しなきゃいけないんだっていう、もう一段階先まで考えるとこういう風に解けますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は中学校3年生の教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。で、引き続きまた問題演習ね、テスト対策やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。